昨日函館では桜が満開になりまして、今またあの映画の舞台にもなってより注目度が上がってるんですけど、そんな函館の街をなんと予算2000円で巡る旅です。一体どんな展開になったんでしょうか。予算2000円で行く春の函館穴場巡り、しかも1日でなんと10カ所を巡るスペシャルな旅。港町函館の知られざる魅力から最新情報まで一挙ご紹介。それではいざスタート。まずは函館山の南東に突き出す立町岬へ。津軽海峡に面した展望台から壮大な日の出を眺めてみるのはいかがでしょうか。JR 函館駅からは車で10分ほどの場所で、この眺め、ぜひ早起きすることをお勧めしますよ。2カ所目はその立町岬の近くにある函館市熱帯植物園。ちょっとパンフレットです。はい、ありがとうございます。入園料300円で植物園とは思えない、こんなお楽しみも。お猿さんもいるんです。湯の川温泉だからお湯に浸かってます。お猿さん、あーいいな。後ろの子たちはもうすっかりぐでーっと、まるでちょっとこうお仕事終わりのこうサラリーマンといいますか、もう完全に温泉一筋モードですね。仕事始まる前もこうですか。ここでは猿たちに餌をあげることもできます。この仕草かわいいですよね。癒されます。わっ、あったかい。そうなんです、春の函館で南国気分を楽しめる温室です。およそ300種類3000本の植物が展示されていて、中には熱帯のお魚も。こちらピラニアです。ピラニア、こんなじっくり見たことないわ。お花が綺麗。そうです、桜の花も綺麗ですけど、この熱帯の花々も色が鮮やかですごくいいですね。お花が上から降ってくるような素敵な空間。実は色鮮やかな部分は花ではなく葉っぱが変化したもので、この小さい白いところが花なんです。そしてご覧ください、上からこのブーゲンビリアの花園は上から眺めることもできるんです。花の屋根かと思ったら花の絨毯になっちゃうんだ。あ、そうなんですよ。もういい写真が撮れそうですよね。湯の川温泉地区で季節や天候を問わずに楽しめる、まさに穴場的な観光スポット。そして最後にすごいものも見つけちゃいました。うわー、すごい綺麗な色してる。世界初、青色のコチョウラン、ブルージーン。へえ。自然界には存在しない青色のコチョウラン、国内企業と大学が共同開発しました。たった300円で世界初のこのお花見られちゃいました。楽しそうだね。続いては住宅街のお花見スポット、桜ヶ丘通りへ。ピンク色のアーチがおよそ800メートルにわたって続く直線道路。ここいいですよね。地域の皆さんが大切に守り続けてきた桜を、毎年この時期になるとドライブしながらでも楽しめるという貴重な場所です。この道は一回は通ってみたいですよね。そしてここは外せませんよね、桜の名所五稜郭公園。その魅力を五稜郭タワーの木村さんに教えていただきました。我々の五稜郭タワーから見下ろすとですね、普段ですと緑色の星形なんですけども、この桜が咲いている時期はですね、ピンク色の星形がご覧になれるという。桜の名所いろいろありますけども、この五稜郭だけなのかなと。で、特になんか五稜郭の桜はですね、結構密に植えられてますんで、密度が非常に高いというんでしょうかね。ですから見上げると桜の花びらのピンクの天井
のような感じで、さらに堀、五稜郭の周りには星形の堀が巡らされておりますよね。その堀の水面のきらめきと桜の花びらっていうのを、ピンク色の桜の花が見れるっていうのも、まあ、いい感じですね。はい、そもそもこの桜は昔からあったものなんでしょうか。あ、なるほどね。五稜郭はもともとその函館奉行所を守るために構築された要塞建築なんですね。ですから当然その当初は桜などは一本も植えられてません。こちらは明治時代の五稜郭、現在のような桜並木は全く存在しません。桜が植えられたのは大正3年、五稜郭が公園として開放されて、それと函館にかつてあった函館毎日新聞社というのがですね、創刊1万号になったのを記念して植樹されたものなんですね。当時はその1万本近い桜が植えられていたということですから、今よりもはるかにこう密にですね、桜が植えられていたということで、まあ、大正時代になってから桜の名所になったということが言えると思いますね。確認なんですけれど、はい、この桜を見るにはお金ってかかりますか？いや、五稜郭の堀の外あるいは五稜郭の中まで入る分には別に全然お金はかかりません。あ、本当ですか？はい、ただ、まあ、五稜郭タワーの上からご覧いただく分には宣伝になりますけども、展望台からでないとご覧いただけませんので、ここはぜひね、そうなりますと、若干のご負担をお願いすることになりますので、ね、またこう予算を上げていきます ね、 そうですね。今日は2000円で旅をしていまして、なるほど、ちょっと限られていて、一番混み合う時期ですと展望台ご利用いただくお客様1日1万人を超える日もありますので、お待ちかねのランチタイム、港町函館でお寿司をいただきます。今回行ってきた箱丸寿司は5つの店舗を函館市内に展開する回転寿司のチェーン店、地元の方にも愛される低価格が魅力のお店として知られています。看板メニューはこちら、一皿税込み110円のお寿司がなんと27種類も。中には函館らしい姿やりイカもあるんですが、さすが。私のお目当ては、失礼いたします、お待たせしました、サービスランチセットでございます。 ありがとうございます。じゃあこちら左からですね、マグロ、マイカ、サーモン、甘エビ、しめ鯖、卵、アナゴのお寿司7貫と、はい、じゃあ当社で自慢の唐揚げもついております。はい、こちらたぬきそばもついております。確認なんですけれど、はい、こちらのお値段教えていただいてもよろしいでしょうか。こちら税込み759円でございます。わーらららありがとうございます。ありがとうございます。同じこと言った。700円でお寿司いただいてもいいですか。はい、どうぞ召し上がってください。いや、驚きの安さですね。ちなみに、はい、こちらたぬきそばなんですけども、お客様のご要望次第では豚汁に変更も可能です。そんなサービスまでしてくださるんですか。そうなんです。700円内で。そうなんです。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。700円台でいただけるこのサービスランチは平日限定。4月27日から5月6日までの期間は休止となりますのでご注意ください。いやー、本当に美味しいです。ありがとうございます。どうしてこんなにお安いんでしょうか。やっぱり函館港町ということで、いろんな業者様と連携を取りながら、できるだけできる限りお安いものをご提供したいと思いまして、このお値段でご提供させていただいております。はあ、港町だからこそ、あとこう周りの方々のご協力のおかげで、はい、うわあ、もう本当にありがとうございます。3回目。今週金曜日からは道産牛のコンビーフなどを使ったお肉系のお寿司フェアも開催。メニューは箱丸寿司全店5つのお店共通となっています。続いて函館といえば坂の町、素敵な町並みを歩いてみましょう。元町エリアを中心に大小19もの坂があり、登り切ると素敵な眺めが。そんな小走りで疲れちゃうのよ。函館の海が一望できますね。いいですよ。これぞ坂の町、函館の景色ですね。この日の港には豪華客船も。周辺には観光名所も多いので、街歩きにはぴったりの散策スポットです。7カ所目は函館山のふもとに佇むお寺、広隆寺。うわ、
北海道にもこんな立派なお寺があるんですね。威厳のある大きな山門、広隆寺そのものは400年ほど前に開かれ、函館に現存する中では最古の寺院と言われています。龍や鳳凰などこの山門だけで207もの彫刻で装飾されています。圧倒されます。広隆寺は気軽に広く多くの方に訪れていただきたいという方針から、拝観料は無料となっています。参拝してもらうことに価値があるというのが住職のお考えで、なんとこの本堂の中にも入ることができるんです。入れるんだ、すごい。おごそかな雰囲気の堂内、正面には本尊である釈迦三尊が祀られています。本尊様をお祭りするところですから、お釈迦様の世界とかを模したりとか、あるいは、金色にいろいろ飾ったりとかしておりますけども、もともとはですね、材料そして大工さんもすべて越後の国柏崎から運ばれてるんです。みんな北前船でこちらに渡ってきて、こちらの建物はすべて欅を使ってるんですけども、10年の歳月をかけてこれだけのものができたと。最終的には、1900年に、ここが完成いたしました。じゃあここができてからかなりの、そうですね、もう100年以上の、時間が流れてますね。こちら、はい、木魚ですか？あ、そうなんですよ。これうち の, 法要で使う木魚なんですけど、本堂が大きいんで、はい、音も普通のなんかポクポクポクってイメージです、はい、もっともっと低い感じ。え、聞いてみたいです。あ、そうですか。低いんです。心臓にこう響くような。今うちの一番の若手です。ご協力ありがとうございます、はい。26歳で若いとお聞きしたんですけれど、ドサンコワイド179ご存知でしょうか？もちろん見てました。ありがとうございます。彼は釧路町出身なんで。あ、そうなんですね。ドサンコ、そうです、ドサンコです。じゃあ幼い頃からずっと見てます。こちらはどういった？こちらはですね、開山堂といいまして、歴代の住職をお祭りしているお堂です。この周りにあるたくさんの仏様、これは五百羅漢というふうに言いまして、はい、お釈迦様の500人のお弟子さんを再現しているんですね、はい、そして顔もすべて違うんです。隅々まで探していただくと、どこかに自分とそっくりの顔があるというふうに、まあ、言い伝えられていて、ぜひぐーっと探してみていただければと思います。探してみたらそっくりなものがあるかもしれないと、はい、うわ、それも一つの楽しみ方ですよね。見つかったんですか？見つからなかったんですよ。続いては港町の歴史を今に残す芸俗供養塔。かつて食用や油の採取を目的に捕らえられたクジラを供養するためのもので、昭和32年に建立されました。供養塔には大きなセミクジラの模型が。街歩きしながらこうした港町ならではの歴史に触れられるというのも函館の魅力ですよね。ではここでレトロな佇まいの砂防低泉でちょっと一休み。明治時代に函館で創業した酒問屋の別邸を活用した空間、今月リニューアルし、より個性的なメニューのお店に。自分で焼くおにぎりのセットなんてユニークで楽しめそうですよね。ですが私のお目当てはこれ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 なんです。昔ながらのクリームソーダ、ズバリ650円。素敵ですよね。このグラスの花柄がなんかすごいまた懐かしいな。そうなんですよ。
バニラの甘さがいいですね。美味しい。この入っているグラス、レトロなお花が描かれていてすごく可愛らしいなと思ったんですけれど、はい、アデリアグラスを使っていて昔から愛された昭和の柄のグラスを使ってます。もうより美味しく感じられましたはい、よかったです。ありがとうございます。よかったら菊泉のロマンポストというのが1年後にお手紙が届くので、よろしければお手紙書いてみませんか。書きたいです。お手紙を書いていただいて入って左側にある菊泉のロマンポストに入れていただくと1年後にお手紙が届きます、はい、ご自身宛てでもいいですし、はい、他の方宛てでも大丈夫です。じゃあ誰かこう、はい、例えば両親とか1年後の両親に向けて書くことも、はい、でもはい大丈夫です。あ、素敵ですね。切手付きのお手紙セットも販売。いい感じに2000円使い切りました。楽しかった今日の日を1年後にも思い出してほしいというサービス、なんともロマンチックな旅の締めくくりになりました。そしてクライマックスはやはり函館の夜景ですよね。今回は七飯町にある白鯛牧場展望台へ。夜景は夜景でもいつもと逆、津軽海峡を背にした函館山方面を望む、その名も裏夜景を楽しめるスポットです。料金はもちろん無料。展望台への道路は明日から通行が可能となります。札幌方面に向かう際に立ち寄ってみるのもいいかもしれませんね。いかがでしたか。いや、2000円でしたけどね、有名どころも抑えながらまだまだ知らない函館も見せてもらったと思います。そうですね、そしてこの時期はこういった桜とか街の景色も一緒に楽しめますからね。あとね、最後のほら1年後の自分に宛てた手紙はちょっと書いたんですか。あれは書きました。何を書いたの。本当は1年後に開封なんですけれど、ちょっとこうお伝えさせていただきました。特別にとですね、次は旅の予算を上げていただけると嬉しいですとですね、番組プロデューサーに1年後を出させていただきました。今直接言えばいいじゃないですか1年後に届けるんですね。わざ的に1年後東京でフリーになるとか書かれたらどうしようか。そんなこと書きませんよ。でも2000円ではほど回りきれないくらい、それだけ魅力がある街だということを実感できる旅でした。最後でもこうやって手紙ってまた自分への思い出なんてまだいいんじゃないでしょうかね。